こんにちは、こんばんは、おはようございます。大魔王、オーマーデジャとことやな。今回、高杉晋介を倒せるデッキが出来上がったので、アーカイブに載せていきたいと思う。一応な、ワンパンできる、デッキじゃん。今回使うリーダーは、お父様、こやつをリーダーにした感じのデッキじゃん。こやつはな、A 種族が12体いる場合、デッキ内全員のアタック250ということで、なのでリーダーにしたぞ。まあ、他に、この場合だと、例えば、これか。これをリーダーにしても、いい感じじゃん。ただしアタック200になってしまうんだよな。250、こっちの方が強いので。なので、こいつをリーダーにした。で、あと、今回、使うメンバーは、カルナ。弱体カード持ちなので採用。アナスタシア。こいつのスーパー弱体カード持ちなので採用。ワルキューレ。こいつはな、相手の弱点属性で、うという言葉が、と、木という言葉が使いやすそうだったので採用。とりあえず、まあ入れてあるだけじゃな、こいつは。名前なんだっけ？及川透。なので、こいつは入ってなくて全然構わない。三ツ矢隆。こいつはな、通り部メンバーを1枚入れてあるので、なので入れてる感じや。竜宮事件。こいつはな、スーパー弱体ガード持ちなので、結構破壊力あるのでな。なので入れてある。北新介。こいつはな、木と C が使えるので、で、スーパー弱体ガード持ちなので、入れてある感じじゃ。リバースモードネオ。こいつはな、ほという言葉が使えるので、採用。で、ルシファー&第四天使。こいつはな、うという言葉とかという言葉が使いやすいので、採用。マムズ。こいつはな、マとイが使えるので、採用じゃん。で、今回、ガチャで手に入ったキャラクター。勝浦小太郎&エリザベス。こいつはな、カとエが使えるので、まあ採用って感じじゃな。ここはな、弱体マスと強力なトゲガードなんで、トゲガード持ちと、弱体マスに入れられるカードを、入れて、例えば、わしみたいな、子とか、うとか、かとかな、けとか、そんな感じの言葉を入れると言葉が作りやすいので、なので、こんな感じにな、言葉だけでも合わせて戦うのもあるかもしれんぞ。っていうことでやっていこう。言葉はもうな、まあステージに合う、キャラクターと言葉で、勝てるか勝てないか決まってしまうゲームなんでな。なので、で、今、タイ、っていう言葉が入ってるので、タを入れてしまいましょう。んで、交代か、あとは何にしようかな。体幹。体幹。とりあえずこれでいこうかな。交代か。この感じだと、あれかな？ワンパンいけないかな？
No. とワンパンいけなかったな。もう一回やってみよう。ほな、言葉によってはワンパンできないので。もし、もう一回。おーへい、そう、あ、来ねえな。うかこ、あ、来た、よし。12コンボいけば、よし、14コンボ、よし、いった。14コンボぐらいのな、言葉が作れば、パンパンいけるの。まあ、こんな感じだ。なるべくの同じシリーズの、キャラクターをな、2枚か3枚並べるとワンパンしやすくなるので、なのでな、自分が持ってるキャラクターで同じシリーズをで言葉がつながりやすいやつをな、2、3枚入れとくといいぞ。はい、こんな感じじゃ。はい、ということでな、今回は、ここまでにしとこう。今度はな、初心者向けのやつを考えて、出すかもしれんので、またな、そんだけよろしくお願いします。では、今回はここまで。大魔王、大魔デージがお送りしました。チャンネル登録、評価ボタンよろしくお願いします。バイビー。